私今欲しいものがあって、お家用プラネタリウムがあるんですよ。ご存知ですか？家でできるものありますよね。私あれ欲しいんですけれども、結構お値段するので今私節約してるんですよ。イブニング分が多いじゃないですか。イブニングの時間帯ってだいたいお弁当半額になってるんですよ。でスーパーに行ってちょっとイブニングの前少し早めに行って半額のお弁当を狙うんですよ。すると600円のカレーが300円になってるんですよ。やったーでリアルで、カレー300円でレジ袋つけて302円ぐらいなんですよね。お買い物上手ですよね。本当ですか？急に生活感が。でそのねカレー食べたり、でも毎日だと飽きてしまうので、今日はチキンカレー、サブチキンカレーって言って味を変えるんですよ。で夜は夜でお弁当半額になってるんですよ、スープ。だからおにぎりだけ買ってちょっとお家でちょっと作ったりとかね、簡単なもの、いやわかるよね、いいですよね。どうせ同じもの食べるんだったら半額を狙ってきます。 SDGs でも、お嬢様ですわ。そういややっぱりでもちゃんとね節約できるところは、あと資源も無駄にせずに大事ですよね。そうですそうです。なぜこの星の話からこんな節約お弁当の話になってるんでしょうね。